皆さんこんにちは、自動車ジャーナリストの今井由紀です。今日はこちら E200 ステーションワゴンスポーツの一般道試乗をお届けしてまいりたいと思います。 BSC というですね、非常にコンパクトなハイブリッドシステムが搭載されたモデルとなっておりまして、 1.5 リッターですからね、どんな感じになるか楽しみです。皆さんもぜひ最後までご覧ください。そしてチャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それではですね、こちらの E200 ですね、ステーションワゴンスポーツを試乗してみたいと思います。音聞こえてますか？すごい静かじゃないですか。今回はバンパートレイン2つを用意していただいたんですけれども、この E クラスには200と300、2つの数字がありまして、200の方がですね、今私が乗っているこの 1.5 リッターのターボですね、 1.5 リッターのターボエンジンを搭載したもの、急速トランスミッションとの組み合わせ、もう一つはもうすでにお届けしている、放送し終わっているですね、カブリオレとそれからクーペに試乗させていただいたものに搭載されていた E300、 こちらはですね、2リッターの直四のターボと急速トランスミッションの組み合わせというですね、2つのパワートレインがあるんですけれども、まあ、ステーションワゴンで、またこの200でスポーツとなってくると、やはりですね、アクティブな若い層が乗る車なのかなという感じがしますが、いや、これ全然大人のカップルとかにも全然おすすめですよ。めちゃくちゃパワフルでめちゃめちゃ静かです。私2リッターよりもこっちの方がちょっとサプライズだったかもしれない。2リッターに関しては、まあ、ある程度ちょっとこう予測がつくというかね、まあ、2リッター4気筒って結構今ね、出力の高いエンジンがたくさんありますし、まあ、メルセデスでももう、おなじみになっているので、まあまあこんな感じかなっていう予想がついたんですけど、この 1.5 リッターのターボはさらにクイック感がすっごい秀逸です。めちゃくちゃ軽いです。めちゃめちゃ軽やかです。さっき乗ったクーペとこのステーションワゴンって、エンジンは、まあ、2リッターと 1.5 リッターで全然サイズが違うんですけれども、車両重量があんまり変わらないんですよね。なんだけれども、こっちの方がやっぱりエンジンが小さい分鼻先が軽いので、見てください、綺麗ですよね。これトンネルに入ってくると、この E クラスのこのアンビエントライトの美しさをご覧いただけるかなというふうに思うんですけれども、話は途中になりましたけれども、1.5 リッターの方がやはりですね、エンジンが小さい分鼻先が軽いので、めちゃめちゃハンドリングが軽やかです。で、まあ、今回はですね、メルセデスの言う4駆フォーマティックではなくて、2駆モデルなので、まあ、後輪駆動になっているということもあってですね、前が軽くて後輪駆動なので、めちゃめちゃハンドリングが軽やかで気持ちいいっていうのがあって、いや、意外とこの200がいい落としどころなのかな、お買い得なのかなっていう感じがしていて、私だいぶ今これに傾きました。2リッターの方は、まあ、やはりそれなりにパワフルではあるんですけれども、こうなんていうんですかね、多くを E クラスに求めすぎてしまった感が自分の中であって、うーん、 E クラスで2リッターか、うーん、もうちょっとやっぱり大きいエンジン欲しいな、でもそうなるとやっぱり AMG になっちゃって、まあ、ちょっとこう自分にはスパルタンすぎるなみたいな感じで、こう自分の中で心がかなり揺れたんですけれども、 E200 になるとちょっと革新的なところがあるので、やっぱりこう 1.5 リッターっていうね、驚異的に小さいエンジンが積まれていて、さらに全然トルクに継ぎ目もなく、めちゃめちゃ踏み心地がいいんですよ。とにかく軽やかで、でステアフィールで言うとですよ、300の方がもうちょっと軽く感じました。不思議な感じなんですけれども、これタイヤの違いもすごいあると思います。タイヤの話は後でしますけど、まあ、ちょっとねこっちの方が手応えがあるような、そんな気がするんですよね。まあ、これいろんな機械の合わせ込みなんかでちょっとこうフィールが変わってきてしまうところではあるので、まあハンドリングの軽やかさという意味では、まあ、300の方に軍配が上がるので、まあ、E200 の方がちょっとこう重厚感があるんですけれども、まあ、それは大した問題ではなく、まあ、むしろ私はちょっとこう結構ニュートラルを取りやすくて、直進安定性というか、自分がね、両方とも直安は、機械的な直安はいいんですけれども、自分がちょっとこっちの方が安心できるなっていうね、信頼感があるので、まあ、ちょっと腰のあるステアフィールが好きなんで、この重さはあんまり苦にはならないんですけれども、このその重い操舵感と相まって、この小さいエンジンの
恩恵というか気持ちよさっていうのをすごく感じてます。でもちろんそれは、まあ、48V のマイルドハイブリッドシステムの中でも小さい方の車に搭載されている BSG っていうね、ベルトドリブンスタータージェネレーターなので、モーターと発電機を兼用するすごく小さなね、システムのハイブリッドシステムが搭載されてるんですけれども、これによって進み出しがかなりシャープです。だから、まあ、普通の2リッターのですね、エンジンよりも、むしろ踏み出しこっちの方が軽やかな感じがしていて、で、さっき言ったようにステアリングがこっちの方が重いので、質感がすごく高いです。運転の質感がすごく高いような気がして、私この200が全然チープな感じせず、めちゃめちゃいいじゃんと思ってます。数字で言うとですね、2リッターに比べるとやはり非力な数字にはなっているんですけれども、ね、100ニュートンメーターの違いがあるので、ちょっとこう見た目的にはね、スペック、あれ、やっぱりこのお値段100万円安いだけあるなっていう数にはなってるんですけど、運転した感じ、しかも今一般道で乗ってる感じ、こっちもね、直四のエンジンではあるんですけれども、全然スカスカ感がないぞ。全然こっちでいいぞっていう風にも思ってます。むしろ軽やかでいいかもって何回も言うけど思ってます。でやはりステーションワゴンはねボディが大きいですので、まあ、重量が、まあ、クーペとかとは少し重くてですね、エンジンが軽くなったとしても車両重量自体はこっちとあんまりねクーペが変わらないっていう、そういう結果にもなっているんですけれども、これだからちょっと私200はセダンがいいのかなとちょっと思ってるよ。それから心配していたランフラットタイヤなんですけれども、まあ最初の頃のランフラットタイヤって本当にまあうるさいし、こうパンパンするし、ちょっとこうウェットグリップ怖いし、っていう感じがあったんですけれども、ちょっとね濡れたマンホールの上とか乗るともう敵面滑っちゃうみたいなね、そんな感じの挙動ありましたけれども、このイーグルに関して今私あんまり悪い印象持ってないです。まあ、今日はね完全にドライ路面っていうこともありまして、当たりもさほど悪くないですし、まあそれからちょっとねウェットグリップは今日わかんないんですけれども、今ドライ路面で乗ってる限りは静粛性も非常に高くて、転がり感もすごくよく、その普通のサマータイヤとあまり変わらないというか、静音性も全然悪くないですよ。ゴーとかもあんまりない感じに今思っています。ちょっと高速で後でねもう一回インプレッションしますけれども、今千葉のですね君津あたりで路面の状況が綺麗な舗装道路と、あとちょっとこう荒れたような古い路面とっていうのが入り乱れたような状態にはなってますけれども、この荒れた方のですね路面に入ってもさほど聞こえてます？あんまり聞こえなくないですか？すごく静かだなというふうに思ってます。まあ、エンジンの静粛性とかいうのもねすごくあって、全体的にこの200静粛性高いなというふうに思ってます。はい、今高速入りました。料金所超えました。いや、サスいいわサスがいいんですよ。めちゃめちゃ柔らかいし、当たりすごく、ほら結構ねコーナリングでもしっかりと粘るし、すごい気持ちいいですよ。このサスペンション角丸めた感じするし、めちゃくちゃいいじゃないですか。はい、というわけでですね、今本線に入ってきましたけれども、高速道路に乗った結果やっぱり E200 はめちゃめちゃいいかもしれない。 E の中でもいいかもしれない。300にはない味がありますね。こっちの方がむしろコンフォートかも。で、まあもちろんそれはですね、E300 は今回、クーペと、それから、カブリオレに乗らせていただいたということもありましてですね、この2つには、まあ、電子制御のサスペンションが入っていたので、全然味が違って、ほら、今のね、継ぎ目をパンパンって乗り越えて連続するようなところ、ちょっとこう路面の舗装の補修がされているところをこう、ポコポコっと乗り越えたんですけれども、そういうところも最終的にものすごいこう柔らかく揺り返すというか、やっぱりこっちだなっていう感じします。
で、まあ、対して、やっぱりこう落ち着きすぎている感じはあるので、これこそザ・ E クラスみたいな足ではありますけれども、もうちょっとアクティブな感じの挙動を求めるのであれば、電子制御のサスペンションはね、こう、当たりも最初すごくバシッと硬くて、閉まっている感じがして、さらにスポーツプラスでダンプも変えられるので、まあ、そっちを選ぶといいのかなという感じがします。だから、まあ、カブリオレと、それからクーペについている、この今回の試乗車の構成は、すごく当たりだったのかもな、さすがだなという感じしますけれども、このステーションワゴンに関しては、このサスペンション、メカのサスペンションで十分いいなという感じがします。今も結構大きめのダンプ超えましたけれども、ふわっと綺麗にね、いなしてくれました。で、これ、アジリティコントロールサスペンションというのがですね、E200 のスポーツにはですね、すべて標準装備をされていて、これはどういうものなのかというと、綺麗にこう挙動を整えてくれるというメカサスの名前なんだそうです。で、これが効いてるんだなと思うんですけれども、本当にね、私これ一番好きな感じの味かもしれないです。柔らかくて優しくてとってもいい。で、このサスペンションのおかげなのか、それともイーグルが今めちゃめちゃ進化しているのか、このランフラットも全然いいんですけど、まあ、もしかしたら高速コーナーとかではね、ちょっと頼りないなと思うかもしれないですけど、ちょっとね、剛性というよりはちゃんと柔らかい感じの味が出ていて、ランフラットでね、割とこう張ったようなというか、剛性を保たせるためにですね、サイドウォールのこう強度が高くて、割とこうねじれがないというか、こう弾性がないというか、エラスティックっていうんですか、なんていうか、柔らかくないというか、ちょっとこうね、独特の硬さがあるのが私の中での印象なんですけど、これはそうでもないなと思うのは、このサスペンションに助けられているのからなのかな。なんか今全然悪い感じはしないです。だからこのランフラットに、このアジリティコントロールサスペンションがついた E200 のステーションワゴンっていうパッケージがすごくドンピシャにいいマッチングになっているというふうに私は思っています。で、そう、やっぱり心配なのはあれでしょ、パワーでしょ。 1.5 リッターのターボエンジンで高速道路どうよっていうことでしょ。全然大丈夫、全然全く大丈夫。もう車線変更も全然大丈夫、まだいけるもん。だってこれ急速ですよ、急速のトランスミッション搭載されてるけど、まだ8速しか入ってないですからね。で、さらにちょっとこう激しいね、加速をしたいなと思ったら、もちろん今7速に落ちました。さらにちょっと坂道になったら勝手に7速に入って、今8速に上がりました。めちゃめちゃ賢いね、このトランスミッション。これはね、カブリオレとそれからクーペの時も思いましたけど、かなりね、きめ細やかに速度マネジメントと回転数マネジメントをしてくれるので、非常にちょっとこうインテリジェントというかね、こういうトランスミッションのところでは、ストレスを感じることを高速域ではないかなというふうに思います。低速になるとね、たまにこう車速とそれから回転数とのこう兼ね合いでガコンと下に入ったりとかしますけど、まあまあそれもあんまり昔ほどはないです。たまになるかなっていう感じですかね。そうだから、ちょっとね、激しく車線変更したりとか、すごくこう速度を出して、途半のワインディングに入りたいとかは、入りたいと思った時とかは、このパドルシフトを積極的に使ってね、スポーティーな走行をすると、もう言うことナッシングじゃないでしょうか。はい、というわけで今日はこちらの E200 ステーションワゴンスポーツ一般道試乗をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。意外と走りがいい、これにびっくりしました。さすが E クラスですね、さすがメルセデスベンツでした。ごめんなさい、最初にどうかななんて思ってって思っちゃいました。次回はですね、いよいよセダン、これはね、もうオートロですから、やっぱりメインストリーム中のメインストリームですから、こちらの方もね、ぜひ走りの方を期待していただきたいなというふうに思います。それでは今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。それではまた次回お会いしたいと思います。自動車ジャーナリストの今井裕樹でした。バイバイ。